野崎チャンネル。きょさあ、ということで、今日は1月31日、明日からキャンプインでございます。ということで、まあ、オフね、プロ野球オフ、最後の日ということでですね、まあ、これまでに起こったオフ、まあ、選手会の、問題、あとはまあ、FA、佐々木朗希、の問題、いろんなことを、まあ、多分明日始まったらね、もうプロ野球がつになっていくんで、まあ、全部をね、まとめて、多分、佐々木が一番いい解説すると思いますよ。自画地さん。ということでね、皆さんに、まあ、いろんなことをね、話していきたいというか、まあ、解説、あとはまあ、自分自身が経験したこと、思ってたことなどをね、話して、いきたいと、思いますけども、佐々木もね、キャンプインしますから、日刊スポーツで、佐々木評論出ますから、ぜひ。読んでください。さあ、ということでね、まず、まずは、じゃあ、和田のね、人的保障、問題っていうところでね、語っていきますけど、まあ、いろんなね、問題が、出て、明るみになって、いろんなニュース、ね、ウェブも含めて、いろんなところでいろんな記事がね、大きくなってきましたけども、まずね、多くの人がね、多分これをね、一緒くたに考えてんだけども、FA の人的保障はいるのかいらないのか、やめた方がいいのか、今のままがいいのか、このね、FA の人的保障の問題と、で、今回、そのね、まあ、報道ベースだけども、まあ、ほぼ9割方事実だろうと思うんだけども、プロテクトから和田が外れてて、で、それを西武が和田を指名して、これはもうやめてくれと、ソフトバンクが引退するって言ってやめてくれって言って、で、西武に泣きついて、で、プロテクトをもう一回出し直したり、もしくはそこで、いろんな談合的な、話し合いが行われて、まあ、甲斐野がね、西武に移籍したっていうところになるけども、これはね、別の問題だからね、このソフトバンクの、と西武との人的保障の問題と、そもそもの FA の人的保障の問題って別の問題だから、それをね、一緒くたになって話してるからね、ややこしいんだよ。選手会も、まあ、今回ね、選手に聞き取りを、行うって、言ってんだけど、あとどっかのメディアの報道で、人的保障は選手が、その、選手の思いじゃないみたいな。選手が嫌がってんのに、人的保障としてどうなのかっていうね、っていうような、これは誰が報道を出したのかちょっと忘れちゃったけども、っていうような声があったんだけども、そもそも人的保障が選手の意に反してるって、そんなもんお前トレードだって選手の意に反してんじゃねえかっていうのと、あとは現役ドラフトだって選手の意に反するんちゃうんかっていうところで、で、逆に言うと人的保障でも選ばれて嬉しかった、良かったっていう選手もいるだろうし、そんなのはトレードにしたって人的保障にしたって現役ドラフトにしたって、各々の選手が行きたい、出たいと思ってるのと出たくないと思ってるのは、そんなのお前、現役ドラフトだから絶対出て幸せやろ、出たいやろっていうのはちょっと横暴だよね、考え方。トレードだって、いや出てよかったやろって、それは俺らサイドは出てよかっただろうって思うけども、当人たちは出たくないと思ってるかもしれないから、そんなのは人的保障だけが出たくないと思ってるわけじゃないから、そこら辺もね、なんか履き違えてる意見が結構多かったなっていうところもあるんで、選手の意に反するとかそんなこと言ってたらトレードとか現役ドラフトもやめなきゃいけないから、それはいいけどこれはダメって、で、結局今回はその和田が選ばれたことに対しての拒絶反応っていうのが、なんかちょっとこの大きく報道されてて大きく声が上がってるっていうのもあるから、そもそも一番の問題は、まあ、前回も言ったけど、ソフトバンク自身がプロテクトをこう和田を外してたっていうところが問題だって、外すんであればその和田を説得しなきゃいけないし、そのような後のこういうバタバタするっていうのもね、ちょっと道理が通らないんでね、まあ、そこら辺が一番問題だったかなと。だから前も言ったように、そのね、人的保障をやめるっていうところでなるとね、現状のドラフト制度の完全ウェーバー化だったりとか、贅沢税、だったりとか、そういったところを根本的に全部変えていかなきゃいけないっていうところもあるんで、そこら辺のね、意見がやっぱり薄い人たちが多いなっていうところは、感じるかなっていう、そんな目先のことだけで帰れないしね。で、あとね、選手会のね、森事務局長が特に、人的保障だけではないが保障が必要な理由を確認したと、この FA に対してね、保障が不要というのは以前から言っていると、改めて球団から、保障が必要な理由を聞かせていただいたと、で、必ずしも納得できるような答えではなかったかなとっていうところのね、意見が出たんだけども、いや、もうそんなのはもう答え一つだけなのよ。人的保障がある答えは一つだけ、それは何かっていうと戦力の均等化です。それ以外ないんですよ。もう戦力の均等化なんですよ、その日本独自で言うとね。その結局はその、まあ、今になったからこそセリーグからパリーグに FA で移籍するような選手も出てきたけども、 FA が始まった時なんてパリーグからね、セリーグに FA 移籍する人たちがほぼ多くて、もしくはセリーグから巨人とか阪神とかね、そういう人気球団に FA する選手がめちゃくちゃ多くて、セリーグからパリーグに
FA で移籍する人なんてほぼほぼいなかったのよ。いたよ、いたけどね、中田さんとか多分阪神からロッテに FA 移籍したのかな、いたけども、もう 99% ほぼほぼパリーグからセリーグっていうところもあって、その戦力がお金で、巨額のお金で、巨大な組織を作り上げていくっていうところをなくすために、戦力の均等化を図るために人的保障の制度っていうのを作ったんだよね。もうこれはもう間違いない。でそれが近年になってからセリーグからパリーグに FA で移籍するようになってきた、もしくはパリーグからパリーグで移籍するようになってきた、しかも阪神巨人とか以外じゃなくても移籍するようになってくるチームが多くなったっていうところでね、当初のそういうところからは変化してきてるのかなっていうところもあるけども、大前提は戦力の均等化を図るために人的保障があるからね。これはね、納得できるものじゃないっていうか、これを納得できるやろうって思うんだけどね。でその次に、言われてるのが事務局長ね、獲得可能な選手が市場に出てればそこから補強すればいいし、だから要は戦力の均等化とか戦力を補充するっていうところね、がで人的保障じゃなくても市場に出ていればそこから補強すればいいし、人的保障にしても28人をプロテクトして獲得できるのは29年目以降の選手になると、その選手と FA 権利取得期間を6年統一にして FA で市場に出てきた選手とどっちが補強になるのかと単純に思うと、球団側はそういう単純なものじゃないみたいなところはあるようだけどもと説明したっていうけども、いやそれだってこのね、ちょっと言ってる意味がこの原稿にした人の能力の問題なのか、あの説明が下手くそなのか、ちょっと俺にはよくわかんないけども、よくわかんないんだけども、まず市場に出てればそこから補強すればいいっていうけども、まずこの一括りのコメントだけ取れば、あの市場に出てるのは戦力外になった選手だけなんだよ。戦力外になった選手っていうのは71番目の選手だからね、大げさに言うとね。戦力外になった選手で FA の代わりに補強すればいいって、この補強にもなんないのよどう考えたって。でもう一つがそのね、プロテクトした28人だから29年目以降の選手になると、でもこれを FA 権取得期間を6年に統一したら、 FA の期間を6年に統一したら FA の市場が活性化されるって言ってるのよ。そんなの分かんないのよ正直ね。今現状だって FA 権を持ってる選手っていうのはめちゃくちゃたくさんいるのよ。でも FA 権を取得しても、何回も言うように日本は FA するものだし、アメリカは FA なるものだし、でも日本は FA するものだから、そんなの FA 期間を6年に短縮したところで多くの選手が今現状も FA 権を持ってるのになぜ FA しないか、それは FA しても行く当てがなかったら困るから FA できないんだよね。そういったところで、しかもだって C ランクの選手でも全員が全員 FA しないじゃん。FA したまま引退する選手もいるじゃんね。あの他に行ったらどうかっていう恐怖もあるしね。FA してっていうのもね、あのするものだからね、なかなか踏ん切りつかないっていうところもあるから、これに行くんだったら選手会は FA を6年に統一して、でも海外の FA は統一できない 100%、 これはもうね絶対してくれない。だからあのしてくれても8年とか、もう一気に6年は無理だね。もう8年目指すべきだ ね。その中で日本国内の FA を6年に短縮したプラス自動 FA にするって言わなきゃいけないの。自動 FA にすると人的保障問題いらないのよ。自動 FA にするとこのね、事務局長森さんが言ってるようにね、プロテクトに外れた29年目の選手を取るよりも FA になった選手が市場に100人も200人も出てくるわけ。そうなった時にね、いろんなお金がなくてもね、セーバーメトリックスなんかを活用しながら選手をね補強していくっていうね、で選手を集めるっていうところもね、でチームにとったね一番いいところっていうのができるからね、そうできるわけ。だからここまで言うんだったら FA に自動的になるように、全員 FA 取ったら自由契約になるようにしてくださいよね、行かなきゃいけないわけよ。なんかちょっとね、俺的にはね中途半端に思えるね。だからあの人的保障を撤廃して FA を6年に短縮、そして FA 権を取った選手は FA 宣言しなくても全員が FA 選手、自由契約選手に一回なって再度元いたチームと契約するのか、新しく11球団と契約するのかっていうところのフリーボールになって、全球団がその中から戦力を補強してチームを強くしていくっていう選択肢を取ればね、いいわけだから、人的保障をなくしましょう、これなんだよ正解は。ここら辺がなんかねちょっと中途半端なんだよね。まあこの原稿が悪いのか説明が下手くそなのかちょっと俺にはよくわかんないけどもね、っていうところがあるからね。でその選手をね、そのキャンプに行った時に
あの聞き取りするって言っても聞き取りして意味あるかなっていうね、プロテクト漏れて人的保障になりましたけど嬉しかったですか、嫌でしたかって聞くのかな。意味ないけどね、そんなんだったらあの現役ドラフトにして移籍されましたけど嬉しかったですか嫌でしたか、トレードになりましたけど嬉しかったですか嫌でしたか、いや嫌でした、じゃあもうトレード禁止しましょうとかなんないじゃんね。これをもしね、選手会がやらなきゃいけないことって一つなんだよ、報道されていくことが事実ですかと、和田は断りましたかと、でプロテクトに入ってる入ってないよね、選手は分かんないから、断りましたか、断って引退するって言いましたかっていう、これがどうなのかっていうところを推奨して、でそれをもしあ、これがもまあ多分ね、そんなとこまで絶対調べないから、もしあったとしたらホークスなのか何のか、まあこれはもうホークスだと思うけども、何かしらのペナルティが与えられてもおかしくないと思うんだよね。やっぱりそのプロテクト外した選手からセーブはあのプロテクト選手を選んだ、いやちょっとやめてください、いやこれちょっとルール違反じゃんね、正直ね。だからもし仮にこれが事実だったらばよ、事実だったらばね、ちょっと憶測あるからね、これが事実だったらもうルール違反だけ、そう考えるとホークス自体に何かしらのペナルティが与えられないと、日本ハムのね球場問題もそうじゃんね、この解釈の違いによって、まあ、改装しなくて改築しなくてもよくなったけども3億円ぐらいかなっていうペナルティが与えられたっていうことも考えれば、ここはもうね NPB が主導して、このもしルール違反があったんであればね、ペナルティっていうのを課さなきゃいけないんじゃないのかなと思うし、前の動画でも言ったけども、やっぱり NPB が真ん中に入ってリストを NPB に送る、 NPB が西武にリストを見せる、そして西武がその中からプロテクトから外れた選手をもし人的保障でするならば、その選手を指名する、そして NPB がその選手を公表する、これでいいじゃん、もうそれが一番いいのよ、 NPB がもうこれ以外ないのよ、あの中立性を保つためにはね。でそういったところではそういう変化がいるから、まあこれがもしね、そう確認するっていうのは行きたかったですかどうかって確認しても全く意味ないから、正直それだったらこれが本当に事実として行われたかどうかっていうのを、まあ、調査しなきゃいけないんじゃないのかなっていう、なあなあにすることなくて、でその中でもし何かあったんだったらやっぱペナルティは発生する事案なんじゃないのかなと、この未来に向けてね、もう未来と同じようなことが起きてもまた何になるのかっていうところもあるから、まあ、けじめをつけるために、そういったところはね、必要になってくるんじゃないのかなと里崎は思いますけども、皆さんは、どう思いますか、そして、続いて、佐々木朗希問題っていうね、ところで、まあ何回も言うけどね、これ1月31日までに契約すればいいわけよ、別に12月中にしなきゃいけないっていうルールもないし、このね、シーズンオフの期間別にいつでもいいわけよ、契約するのはね。だから年越したって 言うけど別に悪いことでも何でもないし、自費キャンプ免れたみたいな、いや別に1月31日まで契約すればいいんだから、そんなのカウントダウン何日までですとかってもう言う必要もないわけよね。だから何らこの、 契約の進み方に対しては、何ら問題がないと。でその中でどういう交渉が行われたかっていうところはさすがにね、これはもう分からないと思う、誰もね。でその中で球団がね、別に揉めてるわけでもないしね、普通通りの、契約更改に終わったんでっていうこと言ったけど、そりゃそう言うよ、それ絶対言うよ、これはもし俺が球団サイドでも言うよ、契約した選手を悪者にしたくないじゃんね、佐々木朗希を悪者にしたくないじゃん、何があったか別としてね。でチームが全部泥をかぶってね、なんか不適があったって松尾さん言ってたけども、チームが泥をかぶって全部前面に立ってね、選手を守っていく、これも当たり前の所作なわけでも、何もなかったかどうか分かんないね、あったかもしんない、あったかもしんないけども、なかったかもしんない、でもどうあったとしてそれはチームはね、そうやって守っていくから、俺は話半分ぐらいにしかね、あのコメントっていうのは信用してないけども、まあそういった方にチームがするのはね、立派だね、でもまあそれはね、しなきゃいけないね、やっぱ選手を守らなきゃいけないからね、だからそれはね、別に契約が遅くなろうが別にね、ポスティングしたいですという意思をね、もし言ったとするならば、言うのは別に自由だからね、そういったところでは、まあ、何ら問題はない出来事だったのかなと思います。で、その中でね、まあ、前の動画でもね、言ったけども、その日本の NPB っていうのはメジャーの2軍じゃないと、これなぜ2軍じゃないのかっていうところで言うと、まあ、多くの皆さんはね、まだ理解半分ぐらいしかね、多分答え合わせね、合ってないと思うんだけども、そもそもね、2軍っていうのは、2軍っていう形のものっていうのはね、マイナーっていうところで言うと、勝負は関係ないよ。勝ち負け関係なく、選手をその一部ね、1軍、メジャーで活躍するように育てていくっていうことが大事なの。日本のプロ野球でも考えると、2軍っていうのは、それは勝つに越したことないけど、別にチームが勝つ必要ないんだよ。その中で育成をして、試合に負けても、2軍の試合で負けても、2軍で最下位だったとしても、今、選手の育成を大事にして、選手を育成して、1軍にの戦力になるように能力をつけさせるっていうことがね、大事なわけで、勝負は正直2軍の次なんだよ。
育成重視なわけね。って考えると、もし NPB 日本のプロ野球が2軍だったらね、勝負は関係ないのよ。そんなことないよ。日本のプロ野球は順位を争ってるわけよ、ね、1位から6位まで順位を争いながらリーグ優勝、そして日本一になるために競い合ってる。そこにね、選手を育成する、まあ、育成しながら勝つっていうのもあるけども、勝負を度外視にして育成するっていうのはないのよ。だから2軍じゃないの。勝つことを目的にしている組織っていうのは、それは1軍なわけよ。そういったところでね、日本はね、2軍じゃない、勝ち負け度外視してやってるわけじゃないんだよっていうね、ところは大きいよね。そしてね、チーム関係者はね、親会社の社員の皆さんも応援してくれてる、ファンの皆さんも応援してくれてる。何を応援するか、それはチームが勝つことを応援するんだよね。チームがリーグ優勝して日本一になることを応援するんだよね。その中で自分たちが応援する選手が活躍してくれるとなおいい。でもそのチームを応援してるんだよね。だからその俺はもうずっと言ってて、ね、多くの人に浸透されたけども、トレードはポジティブっていうところを言ったけども、やっぱりそれがね、うんって思う人たちはやっぱりそのチームが好きだからね。チームが好きでその選手にファンがなった人っていうのを多分大半だと思うんだよね。だからそのチームにいてくれないと困るんやっていう思いが、うんっていうところにね、なる。これはね、チームを応援してる、勝つことを応援してる、だから2軍じゃないっていうね、ところだから、そのね、ポスティングにしたってね、チームは、日本のチームっていうのは、自分たちのチームがリーグ優勝日本一になることを目指してドラフトで選手を取ってきたり、選手を育成したり、トレードがあったり、 FA があったり、外国人選手を補強したりね、いろんなことの、ビジネスをやりながら使えるお金を増やしたりっていうことをしてるわけじゃんね。度外視してないわけよね、勝負はね。だからチームは日本一、リーグ優勝日本一になるために行ってるね。そう考えたら、リーグ優勝も日本一もなれないのに、チームで一番いいような選手たちをポスティングでアメリカに渡します、そんなことするわけないのよ。一番は勝つためだから。いや、それは僕たちは2軍ですと、勝つこと目標じゃないですと、選手を育てて売るのが目標ですって言うんだったらいいけども、俺はそうじゃないと思うわけよね。ファンの皆さんね、どう思いますか。だからね、そんな簡単にリーグ優勝も日本一もなんないで自分の成績を上げたからってポスティングね、もし俺が社長だったら出しませんって言って、少なからずリーグ優勝日本一になってくださいって言って、もちろん一人の力だけじゃないけどもね、やっぱそれがね、一番大事なんじゃねえのかなと。あとはね、やっぱ何回も言うように選手個人の権利をね、使いたいんであれば FA 権をしっかり取得して自分の好きなようにする、これがね、まあ筋かなっていうね、ところも思いますけども、まあね、契約したっていうところではね、そういうところかなと。あとはね、この選手会の入会問題っていうところで、まあね、ここも、あとはちょっとね、メディアもね、ちょっとここがね、ダメなところあるんじゃないのかって思うとね、その、まあ、選手会が発足して、まあ、中畑さんが初代会長かな、でここまでのね、歴史を、積み重ねてきた中でよ、メジャー帰りのね、報道にもあるけど、メジャー帰りの選手だったりとか、ね、山本もね、選手会に入ってなかった。で、まあ、80年代はね、ヤクルトがね、確か俺が知られるところによると、ヤクルト本社が労働組合がないのに、選手が労働組合に入るのはどうかっていうところの、会社の中のね、話で、一時ね、全選手が選手会に入ってなかったっていうね、ヤクルトはね、時期があったけども、まあその後2年ぐらいしてかな、選手会には入ってるんでね。まあそういったところでは、で、まあ落合さんがね、統一契約書はおかしいと。ね。だから統一契約書の見直しをしなきゃいけないっていう思いがある中で、ね、その統一契約書に対して選手会がアクションを起こすことがないっていうところでね、脱退するっていうね、ところも、あったりね。まあ、選手、おのおのがね、選手会に入らなかったりするっていうところもある中でよ、佐々木朗希だけがね、この選手会に入ってないのはどうなのか、みたいなね、感じで、ね、名前も出されて報じられるけども、それだったら他の選手もね、今現状 NPB に所属してる、で、そして選手会に入ってない、他の選手も名前を挙げてよ、同列にやっぱりどうなのかっていうね、この報道、問いにね、名前を連ねなきゃいけないんだけども、佐々木朗希だけになってると、佐々木朗希だけが悪いみたいに、ね、なるじゃんね。だからそういったところは、やっぱ報道、まあ俺も報道にね、の方に立つ人間としては、まあ、気をつけなきゃいけないと思うし、佐々木朗希だけ名前出すんじゃなくて、他の選手たち、そして今の選手会もね、佐々木朗希だけのコメントをするんじゃなくて、佐々木朗希も入ってない選手も名前を全部出しながらっていうところをしないと、なんかちょっとそこはね、釈然としないんだよね。なんか佐々木朗希だけが悪者になってるみたいなね、っていうところは俺は思うんだけど、全員名前出すべき、そして報道すべき、一律で。それができないんだったら佐々木朗希の名前も出さないべきって思うんだけど、どうですか皆さん、どう思います。そしてね、その選手会のね、森事務局長もね、佐々木朗希がね、
選手会に、入られないことでいろいろ話してもらったと。それでも辞めるということだって、まあ、後からこういう選手が出てこないように我々も選手ファーストになるように変えていかなければいけないってね。いやいや、だ佐々木朗希からじゃないじゃん、もっと前から行われてるんだったらもっと前の選手も説得しなきゃいけないわけよ。もっと前の選手、もしくはロッテのチーム内にもいるはず、選手会入ってないから佐々木朗希も入らないようにしたのかもわかんないしね。こういう選手が出てこないようにっていう、もう昔から出てきてんじゃん、ずっと。今回初めてじゃないじゃん。それもちょっと佐々木朗希だけが悪者になってるような気がして、なんかそのコメントもうんっていう、ところはあるんだけどもね。だから選手会ももっとね、選手たちにこの選手会に入会することがどれだけ大事なのかっていうのをもっと解いていけないといけないよね。だからこの説明も不足だし、なんかもう同調圧力で、いやもう入ること決まってるんで、もちろん入りますよねみたいなんじゃなくて、もっと説明して、もっとこういうものなんだ、もっとこうなんだっていうところを、だから説明足りなすぎるんだよね、正直。足りないからこういうことが起こってて、メジャーから帰ってきた選手たり、他のね、実績ある有名な選手たちもね、入ってない選手がいるっていうのは、その説明が足りてないんだよね。自分たちは足りてると思ってるかもしれないけど、現状こうなってるっていうことは足りてない。ところが選手が選手会に入る意味をうんって思ってることからは入んないわけなんだから、そういったところはね、もっと選手会ももっともっとね、説明責任を果たしながらね、何が大事か、それをね、問い切れてないところがね、こういう事態を招いてるっていうところだから、選手だけの問題じゃなくてね、選手会のそういう力量とか、そういう広報活動とか、そういう存在のね、説明、そしてそれが素晴らしいっていうところを見せていくっていうところが見せきれてない。で、同調圧力のように、もう入るのは当たり前だからね、みんなでやってることだから、いや、それじゃあもう多分ね、今の世界は通用しないと思うんだよね。まあその中でね、まあ選手会に入る、まあメリットデメリットっていうか、まあ選手会っていうところの問題をまあ話していくと、まあ佐々木もね、個人的には選手会にずっと入団から、引退まで入ってて、まあ最初はね、年金っていうところもあったんだけども、その年金がまあ破綻したっていうか解散になって、今は年金なくてね。で、年金の部類では、国民年金、俺が現役の最後、今続いてるかどうか分かんないけども、その年金が終わった後に始まったのが、これも選手会が、球団と交渉してもらって、国民年金1回建てだったら困ると、これも年金もなくなってきたっていうところで、国民年金基金、だから、1年間50万円だったと思うんだけども、自ら国民年金基金に入って、年間50万円までの支払い確認書みたいなのを、提出すれば、球団から50万円を1年間上限として、補填してくれるっていうところの国民年金基金の、お金を年金が解散してからは球団から、サポートしていただけるようになって、まあ、これはね、選手会が多分訴えかけて実現してもらったんで、でコーチ、監督コーチがね、25万かなんかの半分だったような気がするんだけど、俺監督コーチやってないからその時は分かんないけど、選手はね、50万円を国民年金基金でサポートしてもらってるっていうね、年金とか解散して違う形でね、年金になるようなものっていうのはね、まああったっていうのもあるし、まあ過去のことで言うとね、その中畑さんから始まって FA だったりとか、ポスティングだったりとか、まあ、2004年のね、10球団1リーグ制に、なるかもしれないっていうところでね、まあ、皆さんの記憶にもね、しっかり残っている古田さんが会長で、俺も選手だったけども、ストライクをやりながらね、この12球団2リーグ制っていうところを守ったっていうところも、まあ、あるっていうのも事実だよね。で、その後で、まあ、FA を短縮したりとか、まあ、ポスティングのことがあったりとか、まあ、そのね、著作権とか、肖像権とか、の問題は、裁判をして負けてね、選手会を勝ち取ることはできなかったけども、まあ、いろんなところでね、球団と話し合いながら、いろんな、選手のね、権利っていうのができてきたっていうね、ところもあるけども、まあ、会費としてもね、まあ、年俸制でね、年俸によって細かく決まってるんだよね。下がもういくらだったからか分かんないけど、3万円、もっと安かったかな。なんかもう本当にね、何百万から何百万、1000万から2000万、2000万から3000万みたいな感じでね、最高がね、多分俺らの時で50万ぐらいだったと思うんだよね。3億円以上は50万みたいな。まあ、佐々木はね、2、30万ぐらい年会費で払ってて、まあ、もちろんそれはね、経費としてね、計上できるんでね、確定申告ではね、まあ、そういう風な、部類になってるけども、まあ、選手のね、年俸別によって年会費で、まあ、賄われてるっていうね、その活動費がね、っていうところはあります。まあ、それでね、まあ、払い続けて、正直ね、個人としてのメリットで言うと、
まあ、さず先的に言うと FA もする気ない、ポスティングもしないっていうところで、最低年俸もね多分交渉して、俺らが入団するときは1300万だったけども、その後1500万になって、今1600万ぐらいになって、ちょっとずつ上がってるっていうね、ところもあるし、でもその何もそのね、まあ選手会が勝ち取った権利はいっぱいあるんだけども、それ何も使わなかったときに意味あんのかな、選手会入っててみたいな。でしかもやってることもね、まあ、落合さんじゃないけども、やってることもなんか俺的には気に入らんこともあるし、こういうのやった方がいいと思うし、これ入ってる意味あんのかなと思って、俺も退会しようと思ったこと何回もあるからね、正直これ入ってる意味あんのかなみたいな。自分自身全く何も恩恵受けへんなと。しかもあの2006年 WBC に行った時、確か優勝して150万円優勝賞金もらって、で2回目の交渉以降、選手会のあのもうその携わっていきたいから、ね、メジャーが選手会も入ってるから、だからその150万円のうち100万円を選手会に寄付してくれって言って、ロッテの選手8人選ばれてたんだけど、で俺がいやそれおかしいですって言って、いやそれは俺らは別に無理やり生かされたわけじゃなくて、あの自分たちの意思で行ってるけども、その中で優勝して勝ち得たもので、しかもまだその時に俺2005年終わった時年俸2000万台ぐらいだったから、その150万ってめちゃくちゃ大きいわけよ。それは1億も2億もその時もらってる人からしたらね、どうってこともないだろうけど、でその中で100万を払うって、でも選手会って全選手のために動いてる労働組合なんだから、なんでその WBC にその出て怪我した選手もいる、まあ、自分たちが好きで出てて自分たちの思いで出て、その中でまあ怪我したのはまあ自己責任ではあるけども、いろんなものを背負っていろんなものの中で犠牲を払ってシーズン前からやって勝ち得て、で賞金をなんで払わなきゃいけないんだと。そんなのそれだったら全員でそれこそ5万円とかずつ全員から集めればいいんじゃないのと。試合が700人いるとしたら3500万集まるわけでしょ。1人100万で WBC って30人強だから3000万強だから、1人5万でそれ以上集まるわけじゃん。しかも全員のためにやるわけじゃん。なんで俺らが払わなきゃいけないの、無理だよ、絶対嫌だよって最初言ってたんだけども、でいろんな話し合いのもとで、なんか最後らへんはその話し合いの代表者が来た時に、え、じゃあもう佐藤が払わないんだったら俺がその分払っとくわって言われて、いやいやいや、それはそんなことしたらあの時佐藤はなんとか言って払わなかったから俺が払ったんだよっていう、なんか尾ひれも歯ひれもついて、なんか事実じゃないことが世に出たら嫌から、いやそれは違うじゃないですかって言って、もうそんなんだったら払いますわって言って100万円その当時で払ったっていうところで、なんで俺らだけが払わなきゃいけないんやと。選手会って全員のものちゃうんかと。その2回目の交渉するのに渡航費とかいろんなお金がかかるんだったら全員のためなんだから全員から一律その分ですって言って1人5万円ずつ取りゃいいやないかって俺は本当思ってたんだけど、もうそれからも納得できなくて、いろんなところがもうなんつって入ってる意味あるのかなって。しかも1回なんかキャンプで選手会回ってくるんだけども、その時にプロとアマチュアで親善試合をやるけども、ちょっと記憶がね、ちょっと薄れていってるんで、で、その中で開幕前にやるのか、オールスター期間中にやるのか、シーズン後にやるのか、どの期間がいいか、聞きに回ってるんです、みたいな感じになって、どこがいいですかみたいな聞いてんのよ。だから西岡とか、サブとか、福浦さんとか、主力に聞いていってるわけ。だから言うよね。開幕前がいいです。オールスターがいいです。開幕終わってからの方がいいです。って、まあみんな好きなこと言うのよ。で、佐藤どう思いますかって言うから、まあこっからはこれが、正しいかどうかも俺には分かんないけども、俺はもうその時超イライラしてたから話を聞きながら、こんな話しても意味ないですよって言ったんですよ。それなぜなら、今指名して話をどこがいいですかって聞いた選手、言った選手、その選手は絶対試合呼ばれても拒否するから出ないから、自分ら関係ないと思って言ってんだから、正直そんな選手の意見参考になりませんよと。僕に聞かれても僕も絶対出ないから、絶対出ないってことを考えた時に正直どこでもいいんですよと。それなのに、それだったらその出るかもしれない若い選手とか、2軍の選手だったりとか出るかもしれない若い選手に、当事者になるだろうっていう選手に聞いた方がいいんですよと。絶対出ないような選手に聞いて、ああでもないこうでもないって参考にもなんないし、そいつら出ないんだから何の意見意味ないですよと。だからこんな時間の無駄ですよと。正直聞くだけ、聞かなきゃいけない選手はもっと違う選手ですよと。これ何の話し合いしてんですかって言ってね、シーンってなったっていうところもあるんだけども、まあ、大人げなかったかもしれないけどもとかいうもあったりしながら、はい、高い何十万も選手会払って、なんなん
なんか恩恵ある？なんもねえな、これ入ってる意味ないんちゃうかって思ったことも何回もあるけども、でもまあそのね、立場によったらその権利を使う人もいれば使わない人もいるんだけどもね。でその中でね、選手会何のために存在するかっていうと、もちろんね、里崎自身もそのね、あの知らないところでその権利のね、に何かこのね、利がかなりあったのかも、知らないけどもね、なかなか実感できなかったっていう俺の勉強不足っていうのがね、あの知らなすぎたっていうところの俺の責任もあるけどもね、ここでよくよく考えなきゃいけないのは、5年後10年後20年後30年後100年後の選手、今子供たちがプロ野球選手になった時に、このプロ野球界っていうのをより良い社会、より良い世界にね、やりやすい環境に進めていかなきゃいけないわけよね。でそれが今ね、もし俺が選手だったら、俺が選手として選手会費を払ってる、お金が礎となってね、いろんなことの権利を獲得するのにね、いろんな環境を良くするのに、選手のね地位を向上していくためにね、使われていって、いろんなことが行われるわけ。自分自身何も関係ないからじゃなくて、未来のプロ野球選手に向けて、未来のプロ野球界に向けて、いろんな取り組みがその未来の選手の役に立つ、未来の、ね、プロ野球選手たちのためになる、野球界のためになるものの礎を作っていかなきゃいけないわけよね。これはもう価値観の問題だからね、俺さえ良ければいいんやと、別に俺関係ないよ、入ってなくても何の俺は不都合もないから入りません、これはもう価値観だからね、それはもう全然いいのよ、それは認めるけども、俺自身の考え方としては、自分自身何も恩恵ないかもしれない、自分自身にメリットはないかもしれないけども、5年後10年後20年後50 100年後の今子供たちのね、もしくは自分の子供の、ために良くなるためにね、自分たちが投資していく、自分たちが労力を費やしていくっていうことが、そのプロ野球の中に、しかもそのね、僕らの昔ね、岡田さんだったりとか中橋さんだったりとか古田さんだったりとか、いろんなプロ野球選手の方々がね、いろんな権利を作り上げてくれたり、いろんな環境をね、良くしてくれたりすることでね、今自分自身がプロ野球選手として戦えたりとか、いろんな恩恵をね、扱ったりとか、なかったものを作ってくれてね、知らず知らずのうちに自分の利益になってることとかっていうのはね、いっぱいあるわけよ。だからこそ今の自分たちも気づきをね、気づいていってよ、未来の選手が知らないところで俺らの頑張りでこういう権利をね取れたとか、こういうね環境になったっていうのを作っていかなきゃいけないっていうことを考えるとね、やっぱり俺は大事なんじゃないのかなって思うけどね、まあ、ここはもう価値観の問題だから、まあ、例えて言うならばね、その自治会とかと一緒なのよ、住んでるところのね、皆さんも自治会ね、年間、まあ、佐々木が住んでるところは年間2000円だからね、それ払ってあの入会してるけどもね、マンションに住んでたりしたらね、自治会入ってないっていうね、入らない人も多分たくさんいると思うんだよね。正直一緒の感覚だと思うんだよね。俺もこの自治会に入って、そのね、家の前だったりがね、スクールゾーンだったりするから、でそこのね、信号があるんだけども、そこにね、あの町内会のね、役員の方々がね、立って旗振りしてね、子供たちの安全を守ったりとかね、通学路とか町内会のね、道路には、自治会がね、作った防犯カメラがね、設置されて、地区のね、そういう防災とかね、そういう犯罪からね、守るためにいろんな作業をしたり、そのね、火の用心じゃないけどもね、夜間ね、そういったところの、パトロールっていうかね、したりとか、掃除だったりとか、あと環境問題だったりとか、いろいろ自治会がね、タッグ組んでね、やってくれることによってより良い街に、ね、なってくる。それがね、年間いくらが高いのか安いのかっていうのは個人の価値観によるけども、そういったところもね、自分も何かの役に立ってね、知らないところで住みやすい街の恩恵をね、授かってるっていうところも考えるとね、俺は入ってるんだけども、だから PTA とかもそうじゃん ね、知らないところで、ね、やってくれてね、より良い学校ライフが遅れてね、子供たちもいい影響だったり、いろんな行事を支えてくれてる。黙って何もできないわけよ。でもね、自分たちはしたくない、でも自分たちは権利を使いたいっていうのはね、それはなかなかね、俺の考えではよ、やっぱおかしいと思うんだよね。だから皆さんもね、自分のことのね考えればね、分かりやすいと思うの。町の自治会だったりとか PTA だったりとかね、会社の労働組合だったりとかね、まあ、最近はいろんなところでね、個人の思いっていうかね、自分の思いっていうのがね、多分大きくなってる時代でもなってくるからね、自分さえ良ければいいんやとかね、俺が何にも恩恵受けてないとかね、俺はやりたくないんやっていうね、なんで人のことのためにやらなきゃいけないんやと、俺が良ければいいんやと、未来知らねえよみたいなね、そんなの関係ねえよ、こんな権利、誰かが作ってくれたの、そんなもん使っちゃいますよっていうね、ところでね、まあ落合さんがね、選手会をね、でも落合さんも選手会ね、2代目のなんか理事とかだったりとか会長だったりしながらね、社団法人の方
では。で、松原さんをね、紹介して、そこで選手会が良くなったりとか、すごい最初は協力的だったってね、聞いたんだけども、それがどっからね、ちょっとボタンの掛け違いでね、まあ、脱退するっていうこともなったけどもね、まあそういったところも含めてね、皆さんもね、自分の環境において、自分たちは自治会入ってるのかとかね、PTA 率先してやってるのかとかね、会社の労働組合率先してやってるのかとかね、組織の飲み会だったりね、チームでやることを率先してやったりとかね、こんなの面倒くせえ、俺の仕事じゃねえよとかね、俺は OK ねえよってね、いう人たちも意見もあると思うんだよね。だから佐々木朗希の問題もね、そうやって個人のことだけを考えればね、メリットないっていう選手もいるだろうしね、それは佐々木朗希だけじゃないしね、山本も入ってなかったっていうしね、他の今 NPB に参加している名プレイヤーね、もしくはすごいタイトルホルダーなんかもね、入ってない選手もいるかもしれない。でもその人たちもね、名前出して並列でやっていかないと、佐々木朗希だけが悪者になるっていうのは俺はどうかと思うしね、選手会をもっと選手会のね、存在意義っていうのをもっと説明しなきゃいけない。俺が説明した方がうまいかもしれない。今日の動画どうですか。だからそこら辺はね、価値観によるからね、一概に強制は、できないけどもね、まあいろんなところでね、まあ自分にメリットはなくても未来のためにね、何か良くなることっていうのはね、まあ佐々木自身、まあできる範囲でね、全部が全部できないんでね、できる範囲ではやっていこうと思うし、まあ選手会の問題としてはまあこういうところがね、取り上げられる、考えられると、思います。ということで、明日からキャンプインですからね、頑張っていきましょう。佐々木のね、日刊スポーツ、佐々木コラム、佐々木もね、宮崎、沖縄とね、2週間連続で行きますから、ぜひ楽しみにしてください。ということでね、一連のね、佐々木朗希問題、選手会の問題、そして FA の人的保障の問題などね、ちょっと長くね、語ってきましたけども、皆さんのね、考える、そして知るべくね、情報の一つになればと思います。もし何かわからないことね、もっと話してほしいことがあれば、コメント欄にね、ぜひ書いてください。それでは、おしまいです。